はい、望月凛です。今回は韓国で獣医師をしながら、帰宅後に YouTube をしたり、時間管理アドバイザーとして活動しているリュ・ハンビンさんの書かれた人生をガラリと変える帰宅後ルーティンを解説していきます。この本は一言で言うと、平日も自分らしく生きる方法を教えてくれる本だ。自分らしく生きる方法か。ああ、お前は会社から帰宅した後に何をしている？ご飯を食べてお風呂に入った後は、YouTube とかアベマとかを見てダラダラ過ごしていますね。ふむ、そんなお前に言いたい。そんな生活をもう何年も続けているが、何か変わったか？いや、変わってないですね。お前モテたいんだよな。それにもっとお金を稼ぎたいんだろ？はい。もし日中にフルタイムの仕事をしているのなら、自分の未来を変えられる可能性があるのは早朝か帰宅後しかないぞ。今日の授業を受ければ、そんな会社から帰宅後に人生をガラリと変える方法を知ることができるようになるだろう。それでは早速授業を開始する。心して刮目せよ。よろしくお願いします。一つ目は、一日を二つに分けて帰宅後に好きなことをやる、だな。一日を二つに分ける？ああ、どういうことかというと、多くの人が平日と休日をくっきりと分けていて、平日は仕事をする日、そして休日は自分のしたいことをする日だと考えている。そうですね。平日に次の休みはあれをやろう、これをやろうって考えています。ふむ、だがこの本では、平日を仕事の日だと決めてしまうと、24時間ずっと働いているような気分になると指摘している。ほう。そこで平日と休日で分けるのではなく、平日の1日を帰宅前と帰宅後の2つに分けるという意識を持つことが大事だと言うんだな。帰宅前と帰宅後か。そうだ。実際に1日24時間のうち7、8時間の睡眠をとるとして、1日に働いているのは休憩を含めて9時間ちょっとだろう。その他に通勤時間や風呂、家事、食事などの時間をとると、1日に3から6時間は働いていない時間があるはずなのだ。確かにそうですね。これは決して短い時間ではない。この時間の使い方次第で副業で稼げたりするし、筋トレもできるし、友達を作ることもできる。次は、安定感のあるサラリーマンだからこそ自由に挑戦できる、だな。サラリーマンだからこそ自由に挑戦できる？ああ、というのは、サラリーマンをやっていれば毎月会社から給料が出て、生活は安泰なわけだから、いろんなことに挑戦しやすいだろう。確かにそうか。実際に同じジャンルの YouTuber で言うと、サラタメさんやアバタロウさんとかはサラリーマンをしながら副業で YouTube をやっているらしいからな。その他にも、会社員をしながら小説家やお笑い芸人、プロゲーマー、YouTuber などの夢を目指している人も5万といるし、社畜を売りにして伸びている YouTuber もいる。このように帰宅後の3から5時間を有効活用して一発逆転することが可能な時代に私たちは生きているわけだ。はい。このように片手で現実であるサラリーマンをつかみながら、もう片方の手で夢を追えば、人生に希望を持ちつつ現実的な生活を送ることもできるのだ。これは非常に賢い選択になる。確かに、サラリーマンしながら一発当てられる可能性があるわけですもんね。そうだ。一方、思い切ってサラリーマンを辞めて好きなことで食っていくのはとても大変だ。今は良くても次の瞬間にはダメになることも多いし、 YouTuber なんて水物だから、いつオワコンになってもおかしくない。また国税庁の数字によると、会社が10年続く確率は 6.3% 程度しかないと言われている。それに YouTuber やプロゲーマーが本業になると、動画が伸びなくて焦ったり、ゲームの大会で結果が出せなくて冷や汗をかいたり、眠れなくなったり、将来の不安に押しつぶされそうになったり、本当にやりたかったことと今やっていることがずれてきたりする。でも本業でサラリーマンをやっていたら、それほど精神的なダメージはないだろう。そうですね。会社の給料があるから食えなくなることはないですもんね。そうだ。会社員という命綱があるからこそ、心のゆとりが生まれるし、思い切っていろいろなことに挑戦することができる。自分の勤めている会社に感謝できるようになるし、世の中の需要よりも自分の好きを貫ける。次は、とりあえず試して、合わなかったら断念する、だな。合わなかったら断念するか。ああ、というのは、帰宅後にやることで、これだと思えるものはなかなか見つけるのが難しい。
実際に面白そうだなとか自分に合いそうだなと思っても手を出してみたらなんか違うわと思うものがあるだろう。そうですね、ゲーム実況をしたことがあるんですけど、いざやってみるとなんか全然面白くないんですよね。ふむ、だから自分に合うものを見つけるには最初から当たりを見つけようとしないで、気になっているものを全て試して合わなかったら断念するというのを繰り返していくしかない。失敗した数だけ自分にぴったりのものを見つけることができるようになるぞ。そうか。実際に著者も本当に数多くのことに挑戦してきている。へえ。だがたくさん挫折したり、めんどくさくなったり、時間がかかりすぎたりして、結局今は YouTube での情報発信と動画編集に行き着いている。そうなのか。やはり帰宅後は時間が限られているし、疲れているから楽にやれることじゃないと続かないだろうな。次は帰宅後に自分のやりたいことができると、本業でしくじっても自分には価値があると思えるだな。自分には価値があると思える？ああ、というのはサラリーマンはとても強い命綱なんだが、サラリーマンだけをやっているとどうしても視野が狭くなって、会社での評価が自分の全てだと感じやすくなってしまうというリスクもあるんだ。ほう。そのため会社からの評価が悪ければ、自分には価値がないと感じて自信をなくしてしまったりする。確かに会社でお荷物扱いされると自信をなくしますし、同僚や後輩から舐められたりもしますもんね。そうだ。しかも会社に急所であるお金を握られているわけだから、会社から残業を頼まれるとなかなか断れない人も多いだろう。そうですね。だが副業を開始して稼げるようになったり、または帰宅後に自分の生きがいができるようになると、会社の評価が低くても自分には会社では評価されない価値があるという感じで自己肯定感が上がるのだ。なるほど。次は自分が心の底から叶えたい目標を立てるだな。心の底から叶えたい目標を立てるか。ああ、帰宅後にやりたいことと共に持っておいてほしいのが目標を立てることになる。ほう。というのは、人は絶対に叶えたい目標のためであれば、大きな壁が立ち塞がっていても頑張ることができるからだ。例えばどうしても YouTube でチャンネル登録者数100万人を突破したいという目標であれば、多少辛くても動画編集を頑張れるし、どうすれば伸びるのかというアンテナも立つし、仕事終わりでもパソコンに向かえるし、工夫もできるようになる。そうですね。ちなみに野球選手である大谷翔平さんが過去に目標にしたのは8球団ドラフト1位というものだった。すごい目標だな。このように絶対に自分が叶えたい目標があると、自分がそれを叶えたところを想像するだけでワクワクできるし、勝手にそれについて調べようとするし、めんどくさいことや辛いことがあってもそれを乗り越えようとする。次は目標が決まったらマンダラチャートを使って短期計画を立てるだな。マンダラチャート？ああ、マンダラチャートとは思考が整理されたり深まったりして優先順位が見えてくることで目標が達成しやすくなるものだ。なんか難しいな。野球選手である大谷翔平さんが活用していたことでも有名だな。こんな感じのやつだ。ああ、これね。使い方をざっくりと説明するが、真ん中のマスに自分の本当に達成したい目標を一つ書き込むんだ。続いて周囲の8マスに目標を達成するために必要な要素を記入する。さらにこの8つの要素を得るために必要な行動目標を書いていく感じだな。ん？ややこしいな。例えば彼女を作るという目標がある場合は、その周囲に美容、健康、メンタル、出会いの数、会話、ファッション、自信、考え方など自分が思いついた8つの要素を書き、そして美容を得るために必要な行動目標である、人気の美容師さんに切ってもらう、眉毛を整える、ホワイトニングで歯を白くする、メガネからコンタクトにする、ヒゲの脱毛をする、香水をつける、化粧品をつける、ジャンクフードをやめてタンパク質が多い食事にする、みたいな感じだな。なるほど。なんでこんなめんどくさいことをするのかというと、人はすぐに忘れるからな。忘れる？ほら、卵を買おうと思っていても、いざスーパーに行くと忘れてしまうことがあるだろう。そうですね。そんな感じで人はメモをしておかないと、自分の目標、そのために何をするべきなのか、何でするべきなのかを忘れてしまう。
すると毎回思い出す手間がかかるし、帰宅後や休日に自分の目標をすっかり忘れてうだうだと過ごしてしまうわけだ。そうか。次はいつも時間がない理由を探るだな。時間がない理由を探るか。ああ、というのは視聴者の中には平日に自分のために使える時間なんて1時間もないという人もいると思うんだが、そういう人は無意識に時間を使いすぎていることが多い。ほう。例えば料理に1時間かけていたりとか、通勤に2時間かけているとか、洗濯物に30分使ったり、1時間もツイッターを見たり、メールのチェックを1日に5回していたりとかだな。なるほど、結構時間の無駄がありそうですね。ふむ、それが自分の目標につながることならいいんだが、別に目標に関係のないものなら時間の使い方を変えた方がいいだろうな。そうですね。そこでものすごく邪魔くさいんだが、まずはお金を管理する家計簿のように1時間ごとの行動を記録して、何に時間を使っているのかを記録するといいだろう。なるほど、自分がどんな無駄遣いをしているのかは意識しないと改善できないですもんね。そういうことだ。できればこの本にはこの表のように1時間ごとに何に時間を使っていたのかを記録しておくことをおすすめしている。これもマンダラチャートと同様に、めんどくさいがやる価値が非常に高いことだ。次はクオリティがそれなりでも何としてでも毎日続けることに意義を見出すだな。毎日続けることに意義を見出すか。ああ、というのはマンダラチャートを書いて愚直に毎日実行していると、自分が好きなことであっても必ず壁にぶつかる日があるだろう。なんといっても帰宅後は疲れているし、サラリーマンが使える時間は1日に3から5時間しかないからな。そうですね。しかも無理すれば夜更かしになったりするし、体調を崩しやすくなるし、ストレスも溜まりやすくなる。そんな日は目標を優しくしてでも毎日続けることが大事だという。ほう。例えば毎日動画編集を2時間するという目標があったのだとしたら、目標を下方修正して毎日動画編集を1時間するに変えるイメージだな。なるほど。本当にきつい日は動画編集5分でもいい。実際に著者は体調が悪い日や読書をする気がしない日でも、とりあえず1ページだけでも読んで、何としてでも毎日続けるようにしているという。へえ。全くやらないとそれっきりで継続できなくなってしまうことが多いのに対して、ちょっとだけやるとその流れで1時間やれてしまうこともあるし、できたという小さな達成感があるため継続しやすい。最後は一緒に頑張る仲間がいるコミュニティへ参加するだな。コミュニティへ参加するか。ああ、というのは自分一人で黙々と帰宅後に頑張るのはかなり孤独で心が折れそうになるからだな。ほう。実際に一人で黙々と筋トレをするよりも、筋トレを頑張っている友達と情報交換をしたり、またはパーソナルトレーナーに指導をしてもらった方が続けられやすい。そうですね。人は自分への約束は簡単に破ってしまうのに対して、他人とした約束はなかなか破れないからな。確かに。だから自分と同じような目標を持っている同士がいるコミュニティに入って活動するのがいいだろう。それでは今日の授業は終わりだ。ありがとうございました。